歌とピアノのみのりですトランペットオカリナ奏者の茨城智博です茨城のラジオあの丘を越えたら第75回後編です前編は茨城さんのチャンネルから配信していますのでお聞きでない方は説明欄のリンクから聞いてみてくださいはいよろしくお願いします、はい、ト,トランペットの話、うん、何回目だろうね、うん、結構前になると思うけど、うん、トランペットのなんか 名前の由来みたいなところから話して空っていうかもうそれだけで時間いっぱい使ったかなあとあれしたの覚えてますマウススピーのの音の聞き比べ覚えてる。トランペットとコルネットとフリューゲルホルンってね、うんうん、全部トランペット吹きが吹くんだけど、うん、音の違いをマウスピースあの 楽器ではなくて、うん、その手前の音で聞き分けるというのもやりましたけどうん、うん、ぜひあのその回とりあえず聞いてない方は聞いてみてください、うん、まあそんな楽器なんですけどはい、はい、みのりちゃんはでもトロンボーン吹いてたんでしょトロンボーンはい小学校小学校吹いてました、うん、4年生ぐらいからどんぐらい吹けたんですかうん わかんないどんぐらいっていう <laughs> 答え方がわからないえっと抜<年>けました普通にもう何不自由なく吹けて、ね、<laughs> <laughs> その時にでも不自由だなと思ってはいなかったけどあまあその学校でねなんかマーチングみたいなことだよね、うん、もう老けてたんだ何の曲でもわかんない <laughs> 全然記憶ない ででも上手だって思ってました自分では<ー>その技術ってことはあまり考えてないからね<ー>音を外さずにあ<ー>あの正しく演奏するっていうことは、うん、なんか難しいとはあんま思ってなかった最初から音出たのえー、最初の最初とか全くごめんなさい私何もう覚えてない気づいたら吹いてた <laughs> <laughs> ごめんなさいって言われた <laughs> そうです、ね、そうか気づいたら吹いてたってはすごいな うんピアノも気づいたら弾いてたんでしょ気づいたら弾いてた <laughs> <laughs> じゃあ、うん、今から例えばトロンボーンをみのりさんに習いたいですって言われても <laughs>、うん、その初心者の教え方はもう覚えてもない覚えてない <laughs> えでもなればいいんじゃないのそうでもならないんじゃないですか、うん、金管楽器ってまずそうなんだ、うん、でもトロンボーンうちにあるから <laughs>、うん、あのそれ あの子供に渡して一緒に遊んだりとかはしてました、うんえー、みんなすぐ音出る出る人は出るけど、うん、出ない人は出ない <laughs> でももう遊んでいるうちになんか音が鳴るってとこまではいくかな、うんうん、まあでもその感覚が本当はいいんだよね気づいたら老けてたが一番いいと思うしんえ鳴らない、うん、かなり難しいんですか鳴らすのまあ なるならないで言うと何かしらはなるんだけどそれをいい音にするのとかあと1オクターブとか音域やっぱ必要じゃないまあ1オクターブもっと必要なんだけど少なくとも1オクターブ欲しいってなった時に1オクターブ出るまでに結構多分1ヶ月とかかかかんじゃないかない人によってはね。僕は全然かかったしそう。 だからね。その同じことをピアノでやろうと思ったらさ。全然簡単ではあるじゃん。ねうん、音並べるのはだだこんなに音が並ばないんだっていうストレスからスタートするわけよ。覚えてるんですか？その僕は結構覚えてるね。うん。そう,そ,うそう。そう、そう、あのどうやって音を出すか？みたいな。その？ 子供のコンサート小学校とか行って、うん、金管楽器のコンサートする時にはなんかそんな話からするんですけど<ー>みんなこれどうやって音出すかわかるっていうと、うん、そこ、まあ、から吹くみたいなうん、うん、マウスピースがあるからねうん、うん、そこから吹くんでしょって言われるからうん、うん、で吹いてみるわけですでも音出ないわけただ吹いてもねうん、うん、これだけだと音出ないよねどう,すどうしたらいいと思うって言うとそのボタンを押すって言うから。うん ピストンっていうボタンがついてるんですけど、うん、それを押しながら吹くけどそれでも音が出ない、うん、でじゃあどうやったら音が出るかっていうと「これを使います唇です」って言って唇の振動を音にするんだよみたいな話を毎回していて、うん、そ,うそこがやっぱり金管楽器の、まあ、特徴ですよね大きな自分の唇が振動体になってるっていうのが。振動体、うん 口を閉じていいるっててう意味かな、うん、それは閉じてブーってやるっていうのが振動うんあのー、振動まあ、閉じ完全に閉じてはいないけどねそうある程度閉じたじそうだねうでも閉じる力も必要で,で閉じてるところに息を吹き込むからそれによって振動が生まれてみたいな。う まあ、ルブールっていうこうやって唇震わせて遊ぶとかは子供だとみんなやったりすると思うからこれをだんだんちっちゃい振動にしていくとトランペットになるんだよみたいな、うん、もうチューバでいうと今のブールブルがそのまんまぐらいの振動も使うしね低い音になると。トロンボーも割とそうですね低い、うん、音とかは結構口を開け気味というかボーって感じ。うん、だからまあ ある程度吹いてきてみのりちゃんももう気づいたら音出してたから、うん、今私は唇を震わせてるとは思わないと思うんだけどでも実はそれを常にやっていてそこってなんかやっぱめちゃくちゃ繊細で、うん、あまあすごくないだってそんなことできんのって感じじゃないそこで音程まで作るし、うん、表現とかさ。うん いろんなことを全部唇の振動でコントロールしてるわけを、うん、人間のなんか繊細さというかさうす、ね、がすごい現れてるなと思うんだけど、うん、やっぱり思い通りにいかないもんで、うん、僕は中学校で吹き始めたんですけど、うん、さっき言ったように多分最初の方はねえっ、ー、とまあドレミファソ ぐらいまではななんんととく出たと思うんだけど、うん、初日から一2 3日のうちに、うん、そっから高い銅までドレミファソーらしい銅まで出るまでには結構1週間とかかかってると思うわ、うん、うでまあ細かくは覚えてないけど確実なのがあの合宿が8月にあったのね、うん、4月に吹き始めて、うん、5674ヶ月後。 の合宿で1年生が一人ずつソロを吹くっていう機会があってまあ合奏では吹くけど人前でソロで吹くってなかなかないじゃないそのレッスンっていうかね先生の前で「ちょっと吹いてみろ」はあるけど発表としてはないからで何の曲をやろうかなってなった時にこれはもう鉄腕アートムしかないと思って。ソロっってて何一一曲曲吹吹くくこと伴奏とかはないけどね何でもいいんですけど。 一部分じゃなくてね鉄腕アトムを吹いたんですよしかないんだなんかね小学校でやってたんだよねあの僕はやってなかったんだけどマーチングバンドみたいなのがあってうちの小学校にもそこでいつも吹いてて多分その楽譜を使ったからだから耳には残っててでその曲がすごミミミファファソーって始まるんですあのこのミは トランペッっていうところの「ミなんだけどでど今一番高い音が「ファミレ」この辺の「ミとか「ファ」がもう出たら奇跡だった、うん、その8月の茨城はちなみに今はどこまで出るんですか そのもう1オクターブ上ぐらいまで出ますねすでもたった1オクターブしか変わんないんだって感じじゃないもっと出る人は出るけど、ね、<う>僕はあんまり出ない方だからそ,そっからだってね二20年までいかないけど1 7 8年やってそんな変わんねえんだみたいな。<laughs> えー、でも、ま、そもそもの音域が広い楽器じゃないんだからすごい大きいと思う。だからそこが まあ出るけどちょっと本番当てる自信はないかなぐらいが8月、えー、1>, 1オクターブと半分がやっとこさだったかなただそれでも優秀な方だよだあの僕周りではね選ばれたしそのソロコンテストの1年生30人ぐらいいたかなのうちの10人だけ選出されて、うん、もう一回今度 先輩たちの前でも吹くみたいなに<ー>選ばれるぐらいの30人もトランペットいやいやあのい,ろいろんな楽器でねそう,そう,うんへ<ー>そうそんなスタートでした中一1うんすごっでそうねいまあ、だ,だにそれをやってるというかその音出るかな出ないかな怖いながなくならないんですよ十何年やってても。 出出るかかかななないそうまあ、声だったらちょっとその感覚あるじゃん,ん自分の限界のハイトーンを使う曲があったとしたら今日いけるかなみたいな確かに今日ちょっと喉調子悪いからこの曲やめとこうかなみたいなさのはあると思うんだけどそれが結構常にある感じででそれがまた一番ねつらいところは、うん、まあ 僕は特にそう思うし多分みんなトランペット吹きは共感してくれると思うんだけど練習すすりゃゃ解決するわけじゃないのよ、うん、そうなんだそ,うそこがしんどいなと思ってさ、うん、まあ頑張ればいいじゃんって思うけどさ、うん、ただ頑張ってもダメなんだよね。うん、でスポーツに似てるなと思って、うん、なんか例えば短距離走で0.1秒をさ競う人たち でもうみんな練習してるわけめちゃくちゃそれは大前提してるんだけど、うん、じゃあさらに人よりもたくさん走ればいいかっていうとそれによって体壊したりするじゃん。うん、で本番例えば、まあ、そんなことしないだろうけど前日にめちゃくちゃ練習しちゃってさ、うん、当日調子悪いとかさっていうのがスポーツはありそうだけど、うん、それに近くてでもやっぱやっちゃいがちなんだよね。トトランペットも怖いから 練習いっぱいすると、結果本番下手になるみたいな。それがつらいよね。そのベストが、その日その日によっても違うってうことですよね。どれぐらい練習をしたらいいとかってのも決まってるわけじゃない、うん。そう、いっぱい練習できる日もあれば、うもう今日はこれ以上やっても損するだけだな。っていう日もあって。ってなると、その使える時間も。 限られてくるじゃん。ん自分のスケジュールが空いてても練習できないみたいなもどかしさはあるわけ。うん、それって体調とかも影響はあると思うけども、<る>日常でもう変わりない、うん、もう何の支障もないのに演奏だけが調子悪いとかもあるんですよ、うん。あるんですよ。そこが本当難しいね。それ解明できたらすっごいいいなと。どんなにいろいろあるんだよ。その自分の中で塩分 ののあるものを食べるととやっぱり口の状況こうなるるよねとか,だから食べるものはやっぱ口で食べるからすっごい気にするしみのりちゃんご存知だと思うけど食べないじゃん僕トランペット吹く時ってもうそれもそうだしそこがでもそれだけ全部わかることは全部潰しても調子悪い日とかあんの。で今今日昨日まあ厳密に言うと今日はまだ何も吹いてないけど。 昨日とか、うん、すげえ調子悪いの悪いんだ今、うん、まさにあのねやっぱり14日のコンサートで、うん、頭から終わりまで吹くってことで持久力がいるんだよねコンサートってさやっぱ後ろに向かってて盛り上げいいきたいじゃん、うん、最後の曲って一番なんか華やかだったりさうん、うん、派手だったりさ、うん、したいけどさその時に一番バテてんのよトランペットって。 それめっちゃゃ不便じなない、うん、そうなんかね調子が出ていくんだったらいいんだけど多分その調子が出ていくピークは23曲目ぐらいにとっくに終わっていて、えー、<laughs> そっからはずっと下り坂で、うん、実はね、まあ、そうは見せたくないけど自分の内心はもうで吹けるかどうかわからないところに最後の曲が来るから、えー、ここにめちゃくちゃなんか絶好調じゃなきゃ吹けないような曲をここに置いちゃうと。うん その日の1曲目でも吹けないのにもうバテた状態で望むことになるからこれも難しいなと思ってどういうプログラムにするか<ー>もう理想はバテてても吹けるけど聞き映えがする曲ん <laughs> そんなんあんのって感じなんだけど <laughs> <laughs> にしたいぐらいなんだけど、えー、そんな繊細なんだそ,<う>そんな戦いが行われてるって見てる方はわかんないよね<で>そうめちゃくちゃゃくね 戦ってるトランペット吹きはでそう持久力をつけたいってなった時にやっぱある程度量を吹かないといけないなと思って練習量をちょっと増やしたんですね4月14日に向けてでやった途端に調子がっつり崩してで思い出したけどこれを僕ずっとやってて昔からやっぱ上手くなりたいから練習量増やすじゃん。 そうすると調子崩すのよ、うん、で調子崩すと調子戻さないことには、うん、あの前に進まないから調子戻そううという練習をするのね、うん、でそれってあんまりあのなんか曲の練習とかではなく、うん、まあ運動でいうとこの柔軟体操とか<ー>フストレッチとかそういうことですよね。いったん腕立てとか腹筋めちゃくちゃやりました、うん、そしたら体壊しました。 ストレッチしますでストレッチとか頑張った結果、うん、あの調子は戻りましたが、うん、腕立てとかする前の体力に戻ってるわけ、うん、でそっからまた腕立てするのよ。でまた調子戻すためにストレッチやってっていうのであの3歩進んで3歩戻るをずっとやってる <laughs> 感覚としてはね。うんうんうん もうその中でもわずかながらなんか進んでるとか経験値が増えてるとかまあ音楽の勉強とかは楽器使わなくてもできるからとかいろんなことを総合的にやって成長はしてるんだけど冷静に見るとそうでもメンタルはまたた元に戻っっっじゃんてていうのをずっと繰り返してるそれは必要なプロセスだったなと後では思う 思いたいから思ってるけどね思いたいかや思っちゃうやっぱあれ無駄だったじゃんぐらいに思っちゃう時もあるでもそうさせずにはいられないみたいなそう練習はしたいからね不思議そうそこがねだからで僕オカリナもやってるので、うん、オカリナを始めた時に それが全然なくて練習すればするだけ上達したのね。それがねなんて平和なんだろうと思って <laughs> <laughs> そう,です、ね、そう練習の成果が出るっていうことがすごい嬉しかったそうかもうできなかったことができるようになってコンサートで披露できたからんあこんなに努力が。 形になるんだと思ってああそうなんだそれで言うと僕もしかしたらだからトランペット向いてないと今でも思ってんのねん向いてる人もいるってことですかねなんか練習したらしただけは上手くなるよねみたいなタイプの人もいるんですかなんかいるようには見えちゃう見えちゃう僕はねうんそう羨ましいなってあの人やっぱ もう本当に自然にトランペット吹いてるように見えるし、うん、何の苦もないように見えるんだけど、<ー>でも、絶対、その人も苦労してるじゃん,、うん。そういう人に聞いてみたことあるんですか。あるある。もうそんな話しかしないから、トランペット吹きの飲み会やると。でも、みんな漏れなくそうなの。もうみんな、やっぱ、そう、やっぱね、先輩とかに<ー>なんでそんな。 普通にけるんですかみたいなことを言ってで先輩は先輩で「いや全然そんなことないよ」みたいな。じゃあどんな偉い先生に聞いても同じ返しが来るからあ、うん、まあってなった時に努力が足りないんじゃないのが答えになっちゃうけどそうは言ってもなんか向いてないんじゃないかなっていうのはずっと思っててうん、うん、だからオカリナでね僕が本当に。 あの向いてることを仕事にしようとか人のためになることをしようと思うんであればトランペットやめてオカリナに時間使った方がいい説はあるのよ。倍以上の時間使えるるからねそっちにトトランペットやめるとで結構それ考えてやめたまでは言ってないけど。 やめてみてる時期もそうでまあなんやかんやでなんかやまあすごい平たく言うとやっぱやりたいってなってるんだよね。そ,その自分のアイデンティティじゃないけど、うん、トランペットやってるってことが自分の中でもなんか武器にはなってるし、うん、プラスにもなってるし、うん、何より自分のこう満足度みたいなのも、うん 結局そこに依存してるところがあってそうなんだで結果今もやってはいるんだけどねうん、うん、向いいてななと思うまあ平和に進むものを見つけたからこそそ,そう思うっていうのもあるだろうけどそういうのがまずあるっていうのもやっぱりありがたいことですよね。うん、その向いなんか ポジション変わっった途端に生生ききするる人っているじゃんクラシックずっとやってて苦しかったけど、うん、ポップスに出会ってそっちやっていいんだって思った途端にすごい自由に音楽楽しくなったとかさ私のことですか <laughs> まあちょっと近いよねその、うん、自分弾き語りにやるようになってあ自分こっちだったかもってクラシックも、ね、バリバリできてたからまたちょっと違うとは思うけどでもそんな人ですらあるわけじゃん。うん、だから そ,うその流れで言うと僕の道は今正しくないと思うんだけど、うん、なんかそれはそれで嫌だなと思って、うん、その正しくないとしてもやりたいみたいな得はしないかもしれないけど、うん、自分の道を正解にする、うん、強引に正解にするっていうのはやりたい感じがあってうんうん、うん、広い目で見たら正解ですからね。うん まあ、そういう気づきがあるっていうこと自体が、うもう自分で強引に正解にする。がいいかなと思って、うん,うん、う,んうん。うん、そうですね。そう。まあ、細かく言うと、だからできない部分はできないであったりするんだけど、じゃあ、このやり方で自分のこう。 やりたいこととを実現できるかとか、うんうん、ここを武器にして戦えるかとか、うん、でやっと最近なんかこうもうなんか劣等感なんですよトランペット奏者としてはめちゃくちゃ。うんなんだけどその中でもここだったら戦えるかなみたいなのがちょっとは出てきたところなんですね。じゃあ今頃 どんな気持ちでいるでしょうかね。そう,そうなんです。あのだから今日このラジオ収録からあと10日間ないんですけど、うん、ないんだね。その間に調子が果たしてどうなってるのかうん。楽しみですね。<laughs> めちゃくちゃ怖い。<ー>うん、現状はね。そうか。うん、逃げ場もないしね。そう。もうだって昨日とか一昨日がもし本番の日だったら終わってんじゃんっていう状態だったから。<laughs> そこに当たっちゃったこととかあります？あります、うん。あります。もう。 いいっぱいややっぱやてるやそ,うんそんなんを、うん、でもそういうの学生のうちにやってるからまだよくてなんか「まあ、今日駄目だったねで」で23曲ダメで終わって落ち込む、うん、でも他の人がやって、うん、イベントとしては成立してるからいいんだけど4月14日のコンサート僕がトランペット吹かなかったら。 ももう何も成立しないイベントじゃんえそのダメのレベルがいっぱいこう音が出ないところが多いとかっていうことでしょあの、うん、全くちょっとでき,でできません <laughs> みたいな <laughs> 音を鳴らせませんみたいなダメじゃないよね<ー>でもなんかそれに近いことも起きこりえるけどね。そうなのあ例えばそれこそ受験生時代に。うん さん自分で企画した発表会そのいろんな受験生が出るコンサートがあった、うん、自分だっけな分かんないけどの時に3曲吹くんだけど、うん、口にヘルペスできちゃって<ー>もうそれはだから物理的にももう障害が出ちゃってて<ー>その日はねもうだからもう途中伴奏だけ流れてるみたいな時間もいっぱいあって。 そんんなことあるだ完全に心折れちゃってるから一応最後まで曲は流したけど曲になってないぐらいのピアノの人とでしょ人間だよね音源じゃなくてそうじゃあびっくりしたでしょうねまあねうんその時誰だっけなピアノまあよくあることだけどねまあそうなんまあよくないかなでも ああるある人のもそういうのを見てきた失敗そうん、うん、そんなあれだと思わなかった平均台みたいな、うん、あ,あそう平均台,平均台綱渡りか <laughs> <laughs> 確かにね平均台そこまでグラグラしてるなあ <laughs> 綱渡りだと思わなかったなすごいあんまり確かに綱渡りっていうねこういう時はそうですねそうそうそう でも平均台に近いかもしれない上手な人はその上でさ当たり前のように爆中したりするじゃんそれぐらいのことしなきゃいけないからそうかでも足元は平均台なんですねそうなんですよすごいどうなってることやら森くんとですよねそうです頑張ってください全部なるべくだから自分のそれ以外は不安要素なくしたいからピアノは森くんだしみたいなで曲も もうあのいやああそんなんですねそ,<う>それはすごいわ。うん、でえっ、ー、ともう自分の話なんか自分の愚痴みたいな話を聞いてもらっちゃったんだけど、うん、トランペットの話をちょっとだけ戻すと、うん、あのえっ、ー、とねさっきピストンの話をしたんですけどもともとは。 ピストンっってななかった楽器なんですね昔,昔は。うん、でどうやって音変えるかっていうとその唇で、えっと、息の強さだったりとか唇の張り具合とかで音が変わるとか何のボタンも押さずに、えー、えっと倍音列っていうのがあるんですけど、うん、ある程度長い間にした時に出る音が何でも出るわけじゃなくて。うん 一番低い音がドだとしたらその次に出るのがオクタブ上のドなんです、ね、んでその次に出るのが「ソ」で次また「ド」うん、次が「ミ」「ソ」「シフラット」「ド」「レ」「ミ」「ファシャープ」「低め」「ソ」みたいなんこんな感じでだんだんあの間が詰まっていく仕組みになってて今の下の方だと「ドソドソド」しか吹けない楽器なんだけど上の方を使うと「使うと「 ドレミファソが吹吹けけるわこ、うん、この辺の辺すごい高いいい高ところをを使って曲を吹いてたっててて曲たう楽器なんですねだから有名なので言うとバッハの「ブランデンブルグ協奏曲」っていうのがあってうん、うん、今だったら現代だったらピッコロトランペットっていうちっちゃいトランペットを使って高い音演奏するんだけど古、うん、楽器当時のピストンがないトランペット

伝わりづらい超絶技巧というかね、うん、同じことを隣でバイオリンとかオーボエかなとかもやってるけど、うんそ,まあ、そっちは小楽器とはいえ弦あるし、うん、指もあるし、うん、やってるけどトランペットの人はあの腰に手当ててんのね<ー>その正式なスタイルが片方の手はトランペット持って。うん もう片方の手はすることないから、腰に手を当てて。<laughs> それが正式な姿勢。よくだから、宮殿とかのイメージ。ー王様が入ってくる両サイドで、こうやって構えて、吹いてるみたいな。ののスタイルで、今のメロディーを吹いちゃうっていうね。あの動画あるんで、ちょっと貼っときます。これ。見てみましょう、うん。あの名手がいてね。だから、今の人でも、本当にできる人、世界中に。 数人しかいないようなレベルの荒技なのでトランペット吹きだけ給料高かったんですってそうなんんだちゃと技術職でもあるしプラスめちゃくちゃそれって圧力かかるから僕がこんだけストレス感じてるのと同じようにもうそれのもっと難しいことをハイプレッシャーでやるから倒れちゃうんですよ気失っちゃう。 とか<う>そのまんまなんかあの何かしらの障害を負ってもおかしくないような仕事だから<ー>もうだから飛び職みたいな危険な仕事だった<ー>トランペット奏者って <laughs> 命がけ命がけなんですよすそれでなんか危険手当が出てるぐらいの楽器だったらしいですそうまでしても、うん、バイオリンじゃ補えない音色があるってことですねそうだね<ー>あのー、だから神様の声とかを表現するのに。 使われてたところもありますね。まあトロンボーンもそうだけどね。そうなんだ。トロンボーンは完全に神様の声だからね。え、完全に神様の声。だどういう意味さね。役割が。え、そうなの。なんの。なんの。何。オーケストラ内でってこと。モーツァルトのレクイエムとかもそうだけど。神様役でトロンボーン入って。するそうなんですか。うん。天使とかもいるの。 天使,天使いたかなわかんないけどそうサタンとかサタンサタンはわかんない <laughs> いろんな登場人物出てきた「死を <laughs> 人の望みの喜びよ」っていう曲あるじゃないですか、うん、あれはパイプオルガンで演奏するんだけど、うん、パイプオルガンにもトランペット管っていうのがついててトランペットっぽい音が出る音色を切り替えできるんだけど「えーうん、チャララララララリララ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  チャーラーラララっていうココラールル綺麗なが入るんですうん、うん、ここがまあ,あのシーンでいうと神様からのお告げみたいなうこう上から光が降り注いできてメッセージを受け取ってるみたいなシーンなんですけどそこはトランペットの音色で表現されてっていう、まあ、当時のねバッハとかの時代っていうのはそのキリスト教の 役割も大きいから、そういう位置づけで使われてたりします。面白。うん。そんな楽器なんですよ。はい、その長くなってきたかな。うん。もっと聞きたいけどね、いくらでもね。そう。今ので思い出したけど、ビブラートの話今度どっかでしたいなと。思ったそうじゃん。そうでした。前にね、あの別の動画で僕やってるんだけど、まだ編集前だから。 その動画も出てないんですけどビブラートの歴史調べたんで<ー>ぜひそのうちビブラートのことを話してる動画が出るんですか、うん、今回これから。そうあの「オカリナ教室」っていうシリーズを作ってそれの第2回まで今公開されてるんだけど、うん、34回目を収録済みでその4回目がビブラートの話かなあ、うん、だから、まあ、オカリナにとっての話ではあるんだけど。うん それを話すためにそもそもビブラートの歴史っていいねなんだっけってとこから話してるからそれにしてもイバさん何人いるんだっていうぐらいのなんかんないろんなことやってるわいろんなことやってる絞った方がいい <laughs> 自分で自分にアドバイスそうトランペットのコンサートやるってなったらやっぱ、うん、難しいもんねいろんなことやってる人はそうですね、うん、大変ですよいや 応援させていただきます。ねありがとうございます。はい。なんかすみません。僕ばっかり喋ってました。面白かったです。そんなわけでね。あの四月29日は。一緒にライブもありますんで。ええ。風。風香るうん。はい。何やるか。これから相談しますけど。多分トランペットもね。そういう時吹くじゃないですか。そう。あれはあれでね。 オカリナ吹いた後のトランペットがまたむずいんですよ。<ー>とかいろいろ内側の苦労がありましたという <laughs> いい、ね、そういうことを知った上でライブ来ると面白いもんねそうそうそうあのねごめん長くなってその人のトランペットとかもだからねすっごいビクビクしちゃうのうう怖いあの多分普通のお客さんは何とも思わないけど、ね、トランペット吹きは わかる。あ今普通に老けてるけどこのまま行くと後半やばいなみたいなのもう見えてるから勝手になるほどね。まちゃんとそれ裏切って最後までうまくいく人も全然いるんだけどそういうの勝手に感じてビクビクするはあるあるですね。はい。いいね。うん。オッケーです。はい。それでは。はい。そうに四月は何かお知らせとかありますか。四月。うん大丈夫です。大丈夫ですか。 はい。じゃあ4月29日のライブ頑張りますんで、そちらもぜひ頑張りまご予約お待ちしておりますのでよろしくお願いします。今回は配信がないねできないからなのであの現地にぜひご来場くださいませ。本当に来てください。はい。島人はねいいところです。うん。僕も楽しみ初めてなんで。あそか。そう。楽しみです。うん。はい。いい？はい。 これを言って、<laughs> こっち言ってないけどねだって。あなるほどね。うんまあいいそうだじゃあえっ、ー、と <laughs> 締めにかかります。それでは。 い見みのラジオ第75回でしたが<え>、<laughs> いかがでしたでしょうかうい,い,よ、ね、いかがだったかどうかはもういいや、はい。毎月第2、第4日曜日の17時にこれからも配布しんしていきますので、いいよろしくお願いいたします。それではまた次回もぜひお聴きください。お相手は歌とピアノの実りと。トランペットオカリナ奏者の茨城智弘でした。ありがとうございました。とした微笑み一つ君と分け合ったら、はじける。